ちょっとね癖のあるジグになってます。そうですね。一番のでもジグの特徴は他のメーカーさんと違うのは縦合いです。うちは全部縦合いです。縦合い。はい、ああそうですね。はいはい。利点があるからです。工場の工程3工程増えるから皆さんやらないです。まあでもそうか。プレスかけてキュッキュッって曲げなきゃいけないから3工程あるから、1本のワイヤーに対して。うんうん、10円ぐらい高くなる原価。なるほど。だから今までの、ね、僕もいろんなメーカーあるんだけどダメって言われます、うんうん、だけどうちはやるっ、その方が釣れるかなっつってだけです、はいはい、なんで釣れると思うか分かります？なんでやろう。スナップの向きは変わりますもんね、そもそも。うん、うん、何やろう。でもスナップは関係ないです。ジグ単体のシルエットです。リップみたいになるんですか、この突起が。教えますわ。まあこれね、Gビットのジグなんだけど、これも全部、うちのジグは全部縦合いにしてある、うんうん、それなんで理由が、フロントフックなんですよ。単純にジグって、ポールの時にこうやったら、こういう風にさ、ね、いるとしたら必ず斜めこういう風に落ちる。ああ、そうですね。ラインが取ってるから、うんうん、その時に、この針ってどうなるかっていうと、横合いのジグって、ここに縛りますよね。あ、縛るときに針こうなりますよ、こう潜ったらこうなりますよね、うん、こういうときにここに糸があるから、こっからこっち行かないよ。あー、行かないよね。そうですね。ここまでは行くけどもここまでは行かないよ、うんうん、このたったここなんだけど、これでバレるバレないって感じ。こう来てもしここにつけます、必ず頂点に針来ます、うんうん、水の抵抗で必ず上に来ます。こうって潜った時に必ずこれ同じスタンスで引っ張ってくる、うんうんうん、どっちから魚が来るか絶対入るんですよ。はいはいはい、はい、だからバレないです。あともう一個の利点は、青物とかは絶対にシルエット見てます、うんうん、パッと見た目シルエットで見ると、もし横合いだとこうあってこうなるでしょ、なるとは5ミリ5ミリの1センチ大きい境目、こうなるとここからここがはっきりする、ここで感覚してる、はいはい、そうするとこっちのよりもこっちの方が1センチ小さい魚に見えます、動いてるから、うんうん、どっち食うかって消化しやすい小さい魚が食う、うん、青物絶対に。だから縦合いの方です。なるほどね。たったそれだけ。でも人より釣りたいから人より釣って美味しい魚を食べたいから作ってるんです。